今日もウォーデンと対決だ。ウォーデンが消えてなくなった。はい、村人、古代都市へと行ってらっしゃい。いきなり質問だ。ドヒー君が一番好きなものは何ですか？消しゴムのカス。なんでそんなもん。前回はウォーデンにやられまくっちゃった。なのって今回はウォーデンを出現できないようにしてここに村を作るぞ。また変なこと考えてるな。とりあえずしゃがんで移動しましょう。どうやらしゃがんで音さえ立てなければウォーデン出てこないみたいだからね。みんなコメントありがとう。じわ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 進んでいく。だけど段差どうしたらいいんだ？これぐらいのジャンプの音だったら大丈夫なのかな？まだまだウォーデンについてはよくわからないね。とりあえず新しく追加されたブロックたちのせいでウォーデンが出てくるってことはわかったよ。あの新しいブロックからウォーデンが出てくるのか。そしてこのうねうねが振動を探知するのね。これを全部壊さないといけないのか。全部探して壊してかなきゃいけないの。もうめんどくさい、めんどくさい。僕天才、緑のお野菜チンゲン菜。ほんとめんどくさがりやだ。敵モブの振動にも反応しちゃったりするのかな。そこらへんよくわからないよ。っていうか反応してる音がするな。ウォーデン出てきちゃう。っていうかこんなとこにもあった。またウォーデン出てきちゃうの。勘弁してくれよ。急いでうねうねブロックやろう。すべて壊さないとこりゃまずいぞ。あそこにもうねうねブロック野郎がある。あっちにも結構な量あるぞ。うねうねブロック野郎、これは相当壊すの大変だね。算数のテストで100万点取るぐらい大変だよ。どんなテストだよ100万点って。しゃがんでるから移動速度が遅くて人生終わりだよ。こんなんで人生終わらないでしょ。だけど順調に壊してってるからそろそろ終わりは近づくんじゃないの。だけど古代都市広すぎる。まだ行ってない場所がたくさんあるよ。じゃあウォーデン出なくするのは結構大変そうだね。湧き潰しもできてないから敵もどんどん湧くし地獄の作業だよ。大変すぎちゃうから質問に答えながら作業やっていこう。続いての質問。先生と略奪者どっちが強いですか？先生のハゲと略奪者のハゲは先生のハゲの方が強いです。先生のハゲ強いってどういうことだよ。地道にうねうね壊していく。ここにまたうねうね。暗くなった。どうでしょう、もしかしてウォーデン出てきた？どうだろうね、出てきたような音はしてない気がするけどね。なんだよドッキリかよ、びっくりさせないでよ。プリプリプリポンチ。なんで暗くなったんだろう、よくわからないね。あ、ここにもあるか、ここか。よし壊していこう。水の中で壊しにくいな。また暗くなった。だけどまたドッキリなんでしょう。本当は出てきてないんでしょ。だけどこの音、ウォーデンが歩いてるような音しない？地獄、一旦逃げさせていただきます。本拠地に誘い込んでそこで一気に倒してやるからな。ここに誘い込んで倒せばウォーデンそこまで怖くない。だけどここまでついてきてくれてるかが問題なんだよな。どこにいるウォーデン？どこだどこだウォーデン？あそこにいるのやつか。こっちはこっち、ここで振動を起こして誘い込もう。だけど全然こっちに気づいてくれない。この距離だと振動届かないのかね。じゃあこっちからあっち行かなきゃいけないってこと？そしたらウォーデン倒すの大変だよ。どうしたらいいんだろうな。どこか近くに細い道を作ってそこにはめて倒すしかないのかな。どうしよう、なんだなんだなんだ、なんか光ってるぞ。どうなった今のは？何が起きたんだ、よくわかんないけど。もしかしたらいなくなってくれたのかもしれないね。勝手に消えてくれたりするのか。ラッキークッキー、おいしいし。別に本当は戦わなくてもよかったってことなのかな。前回必死に戦いまくっておじぴじぱ
必死に湧き潰ししてるっていうのに、まだまだ湧き潰しできてないところがあるの。あ、どんだけ広いんだよ。もうこんなの東京ドーム5個分の広さだ。やばすぎる。もう湧き潰したい。ついでに先生の脇も湧き潰し。先生の脇は潰さないで。まだまだあったぞ。これを壊していこうって、どんどん暗くなる。嘘でしょ、また出てくる。どうしても出てきちゃうね。また拠点に戻っていなくなってくれるのを待つしかないか。カチカチお米粒くん、邪魔してこないで。本拠地へと到着。あとは消えてくれるのを待つだけだ。ああ、めっちゃ近くまで来ちゃってる。ここまで来ちゃったらさすがに消えてくれないか。思いっきり攻撃もしてきてるもんね。仕方ないから戦うしかないか。こっちだこっち。おでん、きた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 。ここにはめて、あとは鉄の剣で必死に攻撃しまくれ。何回かやられちゃうけども、これが一番いい戦い方だと思うんだよな。よし、倒せた。だいたい1分ちょっとで倒せるから楽ちんだ。倒すの簡単、おいしい牛タン0点取ったらアンポンタン、プリプリプリポンチ。ああ、上にうねうねしてるのあるな。どうやってここ登っていこうかな。また出てきた。嘘でしょ、もうすぐ出てくる。もしかしていなくなってくれたかな。しょっちゅう出てこられたらもう全然作業が進まないよ。もう一旦うねうね壊し祭りは休憩して、村人を連れてこれるようにした方がいいかもな。ちゃんと作業終わらしてからの方が良さそうな気がするけどね。それでは村人大移動計画に入りたいと思います。こんなところに村人を連れてきちゃうんだ。線路を作りたいから地上までの道のりを作っていこう。上まで掘っていくのはめちゃくちゃ大変そうだな。急にマグマとか出てくるかもしれないから気をつけてよ。マグマめちゃくちゃ楽しみ。なんでめっちゃテンション上がってんだよ。テンション上げ上げ、から上げ上げ上げ、マグマ出てくるの、あー楽しみ。飯うまい、そう楽しみ。まだかな、まだかな。マグマ、あれ地上出てきちゃったよ。マグマでやられる、飯うまい映像なくて、おちぴちぱー。まあ仕方がないか。あとはここの近くに村がないと困るんだよな。遠くから村人を移動させるのは大変だもんね。レールをたくさん使うのはめちゃくちゃ大変だからね。鉄と金が大量に必要だもんな。おえあえあおえあ、あんなとこに村ある、やだ。とんでもなく近くにあって、いいね。それでは人類保管計画へと移ります。拠点に戻って村人移動に必要なものを取りに行こう。戻ってこれた。じゃあ村人移動に必要なものは、鉄、レール作るために金も必要。あとは村人たちを増やしたいから食べ物のパン、あとお布団も作らなきゃいけないから羊の毛か。いろいろと必要なものたくさんだ、大変だ。プリプリプリポンチ。金の回収、金の回収、どんどん回収。あとは鉄の回収だ。あとはパンの回収。おっと、気持ちいい。そして羊の毛。あとは木材さえあればバッチリ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 ソース、カラッカラで口からファイヤー。適当に喋ってるな。村に到着だ。じゃあ村人をどんどん増やして村人保管計画行ってみよう。っていうかこの村全然湧き潰しされてない。何やってんだよ先生。なんで先生のせいだよ。ああ、ここも地下も湧き潰ししなきゃいけないから炭も持ってこなくちゃいけなかったんだ、忘れてた。おちぴちぱ。村人どんどん増やせ増やせ増やせ。
近い木の生贄をどんどん作れ。生贄って言うんじゃないよ。じゃあ、あとは線路をつなげて地下へと送り込めばいいだけかな。それじゃあ、君を生贄に決定。地下へと行ってらっしゃい。下り道だったからそこまで金はいらなかったかな。そうだね、下るところまで行ったらあとは勝手に流れてってくれるもんね。金集めるのに1時間ぐらいかけたんだけどね。まあどこかで使うことあるから集めといて損はないでしょう。うるせえ、なんかよくわからないけどうるせえ。皆さん暴力はいけません。そしてもうよくわからんけどスパンパン祭りだ。なぜそんな流れに。スパンスパンでスパンパン、はい、スパンスパンでスパンパン、はい、スパンスパパパパンスパパンパンスパパン。それじゃあとは下へと行ってらっしゃい。古代都市へと到着だ。まずは逃げられないようにここを塞いでおく。これだと逃げられないね。よし、村人を連れてくることができるぞ。さあどんどん連れてきてここの村を大発展させるぞ。モーデン出てきて村人やられそうな気がするけどな。それじゃあ最後に質問だ。ニャンコ大戦争で何回やられまくりましたか。僕は無敵でやられません。嘘つくなよ。チャンネル登録よろしくお願いします。